中国共産党の税関総書は18日台湾から中国に輸出されている2種類の果物について害虫が検出されたとして20日から輸入を停止すると発表しました今年3月に台湾産パイナップルも同様の理由で禁輸としています今回の決定をめぐっても台湾側の反発を招きました中華民国行政院農業委員会の陳吉中主任は 19日午後の記者会見を開き、午前10時に、中京税関総書から、今年に入って台湾から中国に輸出された晩礼市と連部から何度も害虫、粉貝殻虫が検出されたため、20日から輸入を停止するという通知が届いたことを明らかにしました。陳氏は、国際的な規範は、改善の通知と技術的対話によって対処することであり、 禁止という形で対処すべきではないと述べ、中国側の措置は科学的な証拠にかけ国際的な貿易ルールに合っていないと指摘しました。今年3月からのパイナップルの輸入停止措置に続く中国政府の政治的な嫌がらせだとして反発を強めています。同は蔡英文総統と ソテー,ショー行政委員長に報告した後、予防検査局にも、中共側に抗議の意を示す回答を、直ちにするよう指示しました。台湾から輸出される釈迦島と連部の9割以上が、中国向けで農業委員会によると、中国側から今年6月までに不合格との指摘が複数回あったため、対策を強化し、その後は不合格の知らせはなかったといいます。 農業委員会は農民の権利を守るために10億台湾ドルを出すことを決定しました。同通知を受けて民進党立法委員である王帝祐氏はこれはビジネスを通じて政治を強要する中共の上等手段であることや中共が国際ルールを守らないトラブルメーカーであることを再び証明している。中共が政治的目的のために経済に介入するやり方は 台湾だけでなく、かつてアメリカ、オーストラリア、リトアニアなどにも行われていたと非難しました。台湾政府は農家のリスク分散や損失軽減を支援するだけでなく、今月中に中国側から前向きな対応がなければ、WTO を通じた解決も辞さないと王氏は考えています。オーストラリアは中共を相手にワイン事件を WTO に提訴した今、 台湾は国際経済貿易秩序と国益を守るために同じ行動を取るしかないとのことです。